フランクフルトはドイツ連邦共和国ブランデンブルク州の都市である。1999年1月1日より軍独立市として行政上は軍と同格の地位を持つ。人口は約5万7千人。ポーランドとの国境、オーダー側に面する。都市名はフランクフルトアンデアオーダーとも表記される。ヘッセン州のフランクフルトアムマインが、 マインカ藩のフランクフルトであるのに対し、この都市はオーダーカ藩のフランクフルトである。第二次世界大戦後、オーダー側はドイツとポーランドの国境となり、対岸のポーランド側には敗戦まで、同志の一部だったスービツまた七年戦争で歴史に残るクーナースドルーフなどがある。緑の山の上に立つ、金の戸坂を持つ赤いオンドリ。地は白。背景は、 左右に塔を持つ市の門。二つの塔の上に金の紋章旗が立ち、門の上にはブランデンブルクの紋章である赤の和紙の紋章が掲げられる。国境の川オーダー川を挟んで、左がフランクフルト、右がスービゼとなる街並みフランクフルト周辺にはオーダー川の浅瀬があり、川を渡る地点として重要な土地であった。十三世紀にドイツとバルト海沿岸を結ぶ交易が、 坂になり、パリ、アーヘン、ベルリン、ワルシャワ、モスクワを結ぶ、交易路と、プラハ、マイセン、クラックフを結ぶ、交易路が交わる場所に、交易商人たちが入植地を作ったのが、フランクフルトの起源である。グローガウ公爵ハインリヒ一世は、市場開設の特許状を1225年に、交付1226年頃に、 市の最初の教会である聖ニクラウス教会が建設された。1253年には都市として認められ、町はやがて西岸から東岸へも広がった。また1430年にはハンザ同盟に加わり、短期間その一員となった。1506年には、ヨアヒム一世により、ブランデンブルカ編境博領の主要な大学となるビアドリナ大学が成立したが、 1811年に閉鎖され、ブレスラウ大学と合併し、一部は新設されたベルリン大学に移動した。ビアドリナ大学は1991年にビアドリナ欧州大学として復活している。19世紀にはフランクフルトはプロイセン王国の中央に位置する重要な公益都市となり、ドイツではライプツヒに次ぐ大きな見本市が開かれるようになった。 また1842年には、ベルリン島を結ぶ鉄道も開通した。1945年、第二次世界大戦末期には、第三帝国の首都ベルリンに進撃するソ連赤軍に、対するドイツ国防軍の要塞となり、フランクフルトは、戦場となった。戦後のドイツ国境は、オーダーイコールナイセセンとされたため、市街の内側の東岸にあった、ダムフォアシュタト地区は、 ポーランド領土され、数日接種となった。第二次世界大戦後はソ連占領地域となり、その後成立した東ドイツでは、フランクフルト県の県庁所在地であった。現在のフランクフルトは、対岸のポーランドとの交流や共同プロジェクトが盛んである。ポーランドの EU 加盟に伴い宣言協定が、ポーランド国境に実施され、国境検問所は撤廃され、往来は自由となった。 しかし、ドイツ最東一五この地域の経済は停滞し、失業率も高まり、1990年に8万7000人を数えた人口も大きく減少している。高層ビル、オーダートアムの前を走る自然ゴシック様式の市役所。ありがとうございます。